ハンマー先生です。これはハンマー先生のインジケーターです。RSI のね、一目均衡表、この曇りのところなんですね。曇りで、曇りの赤からは落ちるよーと。で、曇りの青からは上がるよーって、こうね、こう。で、この黄色線に沿ったところからだから、ここら辺から取引ですね、これね。で、これもこう出たところですね。出たところからは、ここから取引ですね、上。で、ちょっとだけ取引します。で、これもね、ここでしょ？ここ出たとこ、ここで見て出たと。それで、ここだから、こっから取引するわけですね。これが僕、ハンマー先生の RSI 一目均衡表なんですね。これでドーンとね、こう来てて、上がってきて、こうですね、こう出たと。こう出たわけですね。ここら辺からは上だよーってね。だいたい、勝率95%で。で、これ、ここら辺から、こう出たんですね、ここね。ここから下、ずっとここまで飛んですね。ほんのちょっと稼ぐんですね。で、これもこっから出たから、ここでしょ。ここから落ちる。ね、こう落ちたわけです。で、これこう出たでしょ。こう、これはまた戻っちゃったから、ここでまた、決算しちゃうね、入ったね。次に入ってすぐ、こっからここの間、ちょっと損したわけです。こっからここの間ね。入ったとこで、やめましょうよ、ね。で、ここはここだからね。こっから。で、この辺でちょっと利益ね。すごくいろいろあるんですね。ちょっとこの粒。これいっぱいにしましょうよ、ね。こうですね。このとこ出たところから、ここから落ちるよと。これがね、RSI の一目均衡表、ハンマヨー先生が発明した。RSI の曇りね、曇りをね、表明してる。これだから曇りなんです、この赤と青はね。ね。これをね、ハンマヨー先生が発明した、RSI の一目均衡表なんですね。で、このね、青からこの線が出て、黄色線が出たってね。黄色線もちょっと太くしておこうかな。ちょっと見やすく、黄色線ね。黄色線突き抜けたところからですよってね。これ、曇り空、ね。上の黒、曇り空なんですよ、赤と青ね。で、これから出たよと。ここのとこ出たよと。で、ここですね。ここから。で、出たよと、ここからね。これ出たよっていうか、ここからですね。出たよっていうか、ここからですね。これ出たよっていうところが、ここからとす。これ出たよって、ここからとすね。で、ここ出たよって言って、ここからとすんだけど、ね。ここからとすんだけど、ここで取れるかわかんないけど、ここに入っちゃったときは、取れなかったときは、ここで決算。同じのが来たときはね、決算入ったところでね。これがハンマ先生の発明した一目均衡表ですね。ここね、ここ出たとこから下だよって。ここでどんどん稼ぐのね。でもダメだから、ね、ここで入ったとこでやめるね。同じ色はね。だからもしあれだったら、これだけの幅損したんだけどね。ここ出たよって入ってるのにダメですね。
これ上だって言うたよってね、ずーっと言って、ね、これを風とまたこうぶつかってからで、ここ出たよ、こっから上だよってね、風とそんな感じだね。アンモン先生の一目とこれよ出たよって、こっからね、少しカセット出たよって、こっから上ね、カセットこれ出たよって、こっからカセットかね、勝率大体 90% 以上、うん、ここね、ここ落ちたところを稼ぐと、でこれ出たよって、これ下でしょ、下だってこう、まあ、大体1レンジぐらいだね、これね、で稼ぐのはいいですよね、この幅ぐらいで ねいつもで、こうぶつかっちゃったらね、取れなかったらここでぶつかったら、同じ色ぶつかったらここで消すと、ね、次これですね、ハンマ先生の RSI の 一目均衡表のインジケーターですね。これ投資数が出てるの、こうね。ユーザーのスプレッドね。で、ここでしょ、このレンジ出たよって、ここから下。ちょっとレンジ稼ぐと。全部そうですね。勝率、まあ、ほぼ1レンジでやればいつも勝率 100% ぐらいですね。99% ぐらい。ここね、どっから下、ここ出たでしょ、赤から出たとこ、ここの線、ここから下ってことですね、赤レンジの曇り空で、上がり吸収ね、ここ出たところはここ上、ここ行って差があるけれども、こう上がるでしょ、これも出た上だけれども、また外れね、これは外れですね、ここで決算、ここは損したと、まあ 90% ぐらいですかね、そう負けると結構大きいから、ね、ここね、こっから上ですよ、こっから上ですよ、これ下がって上がって、まあ下がったかって、これは損したね、で、これは、ここというところが、ね、こういうのがあるのきついね。ね、まあ、そういうとき、ここから上。ここで見てたのかな。よくあっち。このレンチから上。このレンチから上だから、これだから1個しか取れないね、うん、まあそんなことですね。